お願いします。ちょっと相談があるんですけど、何でしょうか。ユーチューバーになりたい。花野さん、違う違う違う。いや、あの本日2度目の劇場出番じゃないから、これ。そういうのなし。あ、そう、2回公演じゃないの。違います、違います。職業病ですよ。今回逆に私から相談があるんですよ。はい、なんでしょう。というのもね、これからのシーズン、忘年会とか新年会とか、はい、いろんな飲み会があるでしょ。で、あの上司の方がいらっしゃったら、うん、そろそろもう帰りたいけど帰るって言い出せないじゃない。そんなことある。だからちょっと俺飲み会フェードアウトするから、あなたちょっと上司としてちょっと宴会やってもらっていい？で、不戦だなと思ったら捕まえていいから。なるほど、なるほど。お願いします。はい、お願いします。ねやらな。飲みますわ。乾杯。乾杯。かあ、今日のビールは格別に美味しいですな。いやいや、昨日飲んだビールより美味しく感じますもんね。果たして明日は今日ほど美味しいでしょうか。あの、すいません、すいません、そろそろ僕この辺で失礼をさせていただきます。え、はい、あんた今帰ると。あ、すいません。そんなん言語道断ばい。まだか。確かにあんた前半調子悪かったもんね。特に7番ホールのトリプルボギーびっくりした。待って、後半は調子が上がりますから、ちょっとガソリン入れましょう。ガソリン。ビールでも飲んで、はい、あれビールじゃない、ハイボール。ハイボールとビール、いや酒のちゃんぽんと親の意見は後から聞いてくるけんね。よし、ハイボールに絞ろう。うん、すいません、うん、ハイボール追加。花村さん、はい、ここどこですかね。ゴルフ場のレストランです。うん、はい、なんでゴルフ場で宴会っていうの。あれ、上司が集うところってなんとなくね。かもしれんけど、俺ゴルフの途中で抜けるっていうのはそんな非常識な男じゃないから。そう、ね、うん、場所変えてくれる。場所変えて。ごめんなさい、ごめんなさい。いやー、あんたと酒を飲み交わすやら久しぶりですな。酔っ払ってるな。あ、もう私はもうビールの方は、数値が、いや低いと思って高いのが尿酸値とプライドですな。私もう焼酎にチェンジで、すいません、チェンジ、すいません。あの、そろそろ僕電車がないんでこの辺で。あら、はい、あんたひろのりくんやろ。ひろのりです。大きくなったね。東京進出したらしい。大したもんた。ありがとうございます。あんたのいとこのみきちゃん見て、綺麗だった。ああ見えて子供3人やな。ああ見えんな。やっぱあれね、よその子とゴーヤは育つのが早いね。どうってるね。お、新郎新婦、こっち向いて。ここどこですかね。結婚式場でしょうね。いや、俺披露宴の途中で帰るっていうのは、俺そんな非常識な男じゃないよ。そうね。普通の居酒屋でいいですから。普通の居酒屋でやってください。なんていう居酒屋。何でもいいから、その辺は。若者が集うね、チェーン店系の居酒屋だったら上司も言いづらいでしょ。あ、そっか。かといってこれ個室かなんか押さえたら上司も長いするよ。変わってくるの。でもあの掘りごたつかどうかでだいぶ変わってくるよね。掘りごたつ。ああ、やっぱあの上司ってのは腰が痛い人が多いの。はい、あれはね、腰痛持ちと女の一人旅、足を伸ばしたがるね。花村さん、さっきからちょいちょい挟むその新しいことわざみたいなの何だ。俺、腰痛持ちと女の一人旅、足を伸ばしたがるとか、初耳中の初耳だ。言いませんか。言わんよ。あ、そう。じゃあ私上司やるから、あなたフェードアウトの見本見して。あ、そっちの方が得意でしょ。僕は止める方。そうそう、止めてください。じゃあ行きますよ。よし、乾杯。今日はまだまだ朝まで飲むぞ。ああなったら長いですもんね。私が止めてきますか。あ、ちょっと前、すいません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 ね。あらら、先輩やないですか。素通りなんてとんでもございません。はい、いただきます。はい。え、うちですか。うちはもう上の子が中学3年生になります。はい、やっぱあれですね、よその子とオクラは育つのが早い。人懐っこい。ね、ちょっと止めてきます。ちょっと前さん、ちょっと前さん。あら、松尾くんやないね。あ、締めてサンドイッチはないばい。お前帰る気ないやろ。決勝進出を狙う。題して、カミラ知恵がスズメバチの巣の駆除をレポートしたら。こんばんは。久米宏を名乗った時点で僕のモノマネは終わりです。さあ、今日はですね、何やら J がスズメバチの巣を駆除しに行ってるようですね。呼んでみましょう、J。絶対に倒さなきゃいけないスズメバチがここにはいるんです。久米さん。はいはいはい。はいはい。私は今都内にあるとあるお宅の前のピッチ上に立っています。うん、お庭ね。お庭。実はこちらある問題を抱えてるんですね。その問題というのはこちらなんです。スズメバチ、そうだ。本日の対戦相手はスズメバチの巣なんです。スー。いや、クーだろ。クーでいいよ。やる前に私スズメバチの生態をちょっとここでおさらいしておきましょう。いや、そういうの大事ですからね。こちら、はい、体長が2センチから4センチ、非常に大型なんです。刺された場合死に至ることもある攻撃力。そしてなんと1日の飛行距離は最長100キロという運動量。
実はここだけの話、ザッケローニも狙っています。ガセだよ、大ガセだよ、そのネタは。さあ、うん、それではそのスズメバチの巣なんですが、今どのような状態か、はいはい、VTR にまとめてあります、うん、ご覧ください、どうぞ。 VTR？ そうなんです、こちらスズメバチ中央に群がってハチたちのドリブル、ドリブル、ドリブルね。ではちょっとリプレイでよく見てみましょう。右サイドから上がるハチがこうレインボー、うんうん、何、そして左サイドからもレインボー、レインボー、レインボーの意味がわからない。まず波状攻撃、うん、無敵艦隊スペインリーガエスパニョーラ、うん、ゲイごめんなさい、ゲイさん、蜂に話題戻そう。わ、うん、かりました。それでは、はい、巣の周りの蜂たちのフォーメーション一旦確認していきましょう。フォーメーションって何ですか。ご覧ください。いやいやいや、4対2対3対1、くしくも日本代表と同じシステム、うん、いやそんな綺麗には並んでないと思うけどな。こちら私10メートル先にカビラがいます、うん、なんとか巣の前まで上がりますが、なんとここには、そうなんです、何控えますのがこちら女王蜂なんです。立ちはだかります女王蜂。うん、そうですね、日本の女子サッカーで言えばキャプテンの澤、澤スズメ、誉れ名前いじらない、ね、怖いんです。いや澤選手に失礼だから名前いじったりしちゃダメですよ、うん、もちろんです。時差なんかないよ、さっきから何なの。それでは私準備させていただきます、駆除に行きますよ、カビラが。いや危険ですからね、スズメバチというのは。しっかりとした準備で駆除に向かってください。準備終わりました。いやジェイ、はい、後ろがら空きだよ、うん、ノー問題です。いや首の周りとか全然薄、フィジカル完璧です。いやいや、間もなく行きたいと思います、うん、気をつけてね、本当。よスズメたち、退治されてもいいんですか。いいんです。大丈夫かな。いや本当気をつけてね、危ないからスズメバチは。あめめ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 ジェイ、ジェイ大丈夫。めっちゃ刺されたやん。スズメバチ、はいはい、痛み明けドローです。いやいや負けだよ。お、はい、本当に嫌いやったら嫌やし、はい、ちょうどそういう多感であってほしいなというのはあるよね。だってその後がまだ見えてないか分かんないけど。はいはい。なんかこう言われたりするわけですか。言われたりというか、やっぱ本当にその無視。無視、無視というか。辛いな、それ。歯磨きなさいって言っても磨かないとかね。で磨きなさいって言ったからかな、みたいな。うわ。難しいよね。女の子は難しいわけ分からん。やっぱりだから、おむつ書いてた。あ、書いてました、僕は。書いてた。はい、俺もおむつもほとんど書いてないよ。うわ、なんか九州男児。いや、それは、どうしていいか分からんやん、やっぱ。いや、まあ、それは、そうです。確かにそうです。緊張します、すごい。し、ほら、もう全部任せたいけん。嫁さんに。あ、いろんな。そう。世話やないやつ。そうそうそう。だからもう、女さん。はい。で、犬が2匹おるけど、これも全部メス。5対1です、5対1。5対1。もう仲間にないから。おっさん一人。おっさん一人。だからもう、真逆ですよね、育ちとは。あ、そうか、子供の時とは。うん、うわ、偉いもんね。いや、確かに困ります。うん、本当に。もう、本当にね、どうしていいのかっていうね。はい。なんかもう最近、うちの娘もいろいろもうなんか、チンチン。あら。とか言い出し。はいはいはい。いや、それは言い出しますよ、それはもう。チンチン。流行語、流行しますよ、それ、チンチン。まあ、流行するのは必ず流行ります。別にそんなこと一回も言ってへんのに、はい、チンチンって急に言い出すのよ、ね。はいはい、ある。チンチン、パパあるね、うんうん、私ないねなんで片言ない。いや、わかんない。もうチンチンの時だけものすごく片言になったよ。やっぱそれは血は受け継いでるんですかね、やっぱちょっと。チンチンあるね、チンチンないね。ね中国の。中国の。中国の片言。ただ、チンチンあるね。そんなことはないですけど。本当にね。うちはもう、はい、全部、ここをチンチンと教えたわけさ。え？あ、お、嫁さんが。私もチンチン。あなたもチンチン。だってほら、女性のね。はい。いや、まあ。それはどう、じゃあ説明しますかって話ですよ。何もかもここはチンチンってことにしたんですよ。ああ。で、そこで甘えた分、今ね。なるほど。取り返しのつかないことになってるね。これどう、いやいや違うんだ。本当はチンチンじゃないんだ。まあ、いや確かにその言葉って教えてない。教えはないけどね。教えないですよね。一応まあ、でも洗うときにね。はい。ほら、
そこ、ほらってね、なるじゃないですか。はいはい、男の子やったら、ほら、で、チンチンパッとしてとかって言うじゃないですか。そうそうそう。女の子言われへんから、はい、僕小さい声でね、はい、そこ、おまた、おまた。おまた。おまた。ほら、もう子供覚えますよ。はい、おまた。私、おまたある。おまたある。おまた洗った。私、おまたある。おまた、お、洗うわけで。ありますよ、ほんまに。いや、まあ、それはね。なぁと思うんだよ、ほんとにね。もう。